グローユアビジネス。トランスフォームユアライフ。アパルを一ルポッドキャスト。上ブログ志考。はい、英語チャポロです。今日はですね、情報発信が継続できない理由はこれというテーマでお話していきます。まあ、ポッドキャストだけにね、限った話ではないんですけど、えー、ブログとかね、YouTube とか、まあ、SNS とかね、まあ、いろんな媒体ありますけど、 ほとんどの人はですね、継続ができないんですよね。だいたい3ヶ月とかね、半年とか、頑張って1年続く人がいて、そこで終わっちゃうみたいなパターンの人が大半。まあ8割方ですね。日本の法則で言うなら、まあ8割は継続できないというふうにね、えー、考えるのがいいと思うんですけど、だからこう続けてるだけでね、勝てますよっていうのは、これまさに本当にその通りで、例えば10本ね、すごいめちゃくちゃいいエピソードがあって、そこからパタリと発信が止まる人と、 ずっとね、コツコツと、まあ、そんなにね、毎回クオリティが高いわけじゃないけど、コツコツとずっとやり続けてる人は、どっちがね、集客できるか、どっちが、ね、より相手に信頼してもらえるかっていうと、僕は続けてる人の方がね、信頼されるんじゃないかな。最終的にはね、じゃないかなと思うんですね。で、やっぱりこの継続って、すごくね、難しいって考える人もいると思うんですけど、でもシンプルに考えたらですね、ただやるだけなんですね。 なんか別に難しいことやってるわけじゃないじゃないですか。なんかすごい高度な知識とかね、スキルがないとできないことをやっているわけではなく、例えばポッドキャストとかだったら、ただ喋るだけですよね。で別に何を喋っても自由だし、何分間喋っても自由だしってなると、やってること自体はそんなに難しくないんですよ。だけど続かないんですね。だただやってないだけみたいな感じなんですけど、特にまあ今ですね、ネットで情報発信する人ってめちゃくちゃ多いじゃないですか。 なんかちょっとでもですね、相手との接触が切れると簡単に忘れられてしまうんですね。本当にこう数日間ね、発信が途絶えただけでもう自分の存在なんか簡単にね、忘れられてしまうっていうふうに考えると、やっぱり情報発信って止めるべきではないし、特にビジネスとしてやっているんであればなおさらですよね。趣味でやってんだったら別にいいと思うんですけど、ビジネスでやってるんだったら、まあ情報発信っては集客に直結しますからね、集客が止まっちゃうっていうふうに、 なるわけですよもちろんその、ポッドキャストとかブログとか YouTube っていうのはね、まあ、エバーグリーンなんで、別に過去に投稿したね、そういうコンテンツが集結をしてくれるっても,もちろんあるんですけど、でもやっぱりどっかにね、発信が止まってしまうと、既存の登録者ですね、YouTube にすれば、ポッドキャストなんですよ既存の登録者が、あ、新規コンテンツが投稿されないやってなったら、見てくれなくなるわけですね。で、そこで、まあ、忘れられてしまうというふうになるんで、とにかく続けるってことが大事なんですね。 情報発信ではゴールがないですから、もうずっとやり続けないといけない3年、5年、10年と。僕もまあメインチャンネルの方はね、超ブロック思考の方は3年、ちょうどこれで3年、この6月で3年経ちますけど、まだまだ短いんですよね。日本のポッドキャストで言うとまあ3年とかね、っていうとまあそこそこ長いのかなと思うんですけど、海外とかだとね、平均7、8年とかね、長い人だと15、6年とかっていう人もいるんで、それに比べるとまだ全然ね、駆け出しにもね、なってないような状態なんですけど、やっぱりその、 成功する人ってのは継続できる人だなっていうのはね。まあそういう人たちを見てても思うわけですよ。だから簡単なようで難しいのがこの継続なわけですけど、なんで継続できないのかってことをね、いろいろ考える必要があるわけですね。まずは、情報発信の優先順位が低いってことですね。だから例えばネタが思い浮かばないとか、今日めんどくさいとか疲れたとかっていうので、いや明日にしようみたいな感じで後回しにしてしまう。なんで後回しにするかっていうと、優先順位が低いからですね。 優先順位が高いことを人間っていうのはまず最初にやるんで。例えば、サラリーマンの人だったらね、やっぱ会社とか仕事ってすごい大事じゃないですか。行かなかったら収入がなくなってしまうって考えると、何よりも優先するのが、まあ、その会社の仕事っていうのを優先すると思うんですね。みたいな感じで、やっぱりその物事には優先順位っていうのがあって、人間はこの持ち時間を何に使うかっていうのは優先順位の高い順に使っていくわけですね。情報発信をしないっていうのは、要するに優先順位が低いわけです。別にやらなくても困らないしって。 例えばこれをやらなかったらね、1ヶ月後はあなた死にますって言われたら絶対やると思うんですよ。だって言う、ね、それだけ重要度が高いわけだから。まあ、今のは極端な例ですけど、そんな感じで結局重要じゃないからやってないわけですね。だからさっきも言ったみたいに、やらなくても困らないから、ね、えー、やらないっていう決断をしてしまう。だからまず優先順位を上げるっていうのは一個大事なんですね。もし時間がないとかっていうんだったら、もう一番最初にやるんですよ。 こうね、他のことをやって夜やろうとかってなると、夜くたくたできないとかってなっちゃうから、だったら朝起きてすぐやるとかね、ちょっと早く起きてやるとか、ポッドキャストとかあったら本当にね、収録するだけだから、本当10分とか15分とかね、まあ長く見ても30分くらいあれば撮れると思うんですよ。だったらそんな時間もかかんないんで、さっさとやっちゃうっていうのがいいんですけど、これ一回ね、情報発信が止まってしまうと、ズルズルといってしまうんですよ。 こう、ずっと頑張ってたけど、途中で情報発信が止まって、ね、できる時にやろうみたいな。このできる時にやろうっていうのが一番ッちが悪いんですね。そのできる時ってのはどん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 来なくなるから。最初は、ね、毎日あげてたのが3日にいっぺんになって、今度それが、ね、1週間にいっぺんになって、2週間にいっぺんになって、1ヶ月にいっぺんになって、フェードアウトみたいな感じになっていくんで、このできる時にやろうっていうマインドはあんまりおすすめしないですね。やりたくなくてもやるっていう。まあ僕もそうですけど、まあ仕事ですからね。あの、 やるわけですよ。YouTube とかも、Podcast もね、基本的にはその発信の周期ってのは守ってるわけですね。メインチャンネルだったら毎日だし、こっちのサブチャンネル、セカンドチャンネルだったら2日に1遍だし、YouTube だったらまあ3日に1遍みたいな感じで、一応その配信周期とかね、投稿頻度が決まってるんで、そこはきっちり守ると。ネタがなくても、とにかく発信するっていうね、ところですね。でこれをすると、まあ継続できるようになるわけです。多くの人はこの、 僕もありますよ。ネタない時とかめんどくさい時とか時間ない時ありますけど、そこで多くの人はやらないっていう説は決断をするんですね。もしくはそのこんなの出してもダメだなっていうね。クオリティを優先するわけですよ。クオリティと発信するのとどっちを優先するのかってことがあって、こんなの出した,たらね、えー、なんか周りからどう思われるかわかんないからやめとこうって、 なる人まあそれはそれでね質にこだわってるというところでまあ評価すべきことだとは思うんですけど僕はそういう考え方ではなくてそのクオリティももちろん大事ではあるけどもそれよりもやっぱ発信することの方が大事だからだからクオリティが落ちるから発信するのをやめようっていう発想にはならないわけですねであればもう10点取れなくても1点でも2点でもいいからとにかく発信しようみたいな感じなんですねそれをやるとこう自分に負荷がかかるんですよみんなその自分の 今の自分にできることしかやらないから、レベルが上がっていかないわけだって、例えば毎日発信する。1年間毎日発信するっていうのは自分にとってきつくても、それをとにかくやるっていうふうになると、自分のレベルが上がっていくんですね。コンフォートゾーンが広がっていくわけです。だからできるようになるわけです。でも多くの人は今の自分にできることしかやらないから、頑張ったけど、もうこれ以上きついってなったら、そこでやらないっていう決断をするわけですね。そこでもう一歩頑張って、110%、120%の力を出すから、 ね、本当は今日やりたくない。でもこれでやるっていうことによって、ちょっとその自分の限界を若干超えることができるわけですよね。で、それを繰り返していくと、その120%が今度自分の100%になるわけですよ。らさらに120%したらさらにできることが増えていくみたいな感じ。だから自分に負荷をかけていくっていうのはすごく大事で、ねえー、できないからやらないんじゃなくて、できないんだったらもうちょっと頑張ってみようかなみたいな、そういう発想でやっていくのが大事かなと思います。で、長くなりましたけど、 ま結論ですね。なんでこう情報発信は継続できないのかっていうとですね。自分の未来の成功を信じることはできてないからなんですね。これはまブログも一緒です。ブログとか続かない人多いじゃないですか。めちゃくちゃ大変だしね、ブログなんて書くの。続かないんですよ。なんでかっていうと、目先の売り上げとか損得だけで考えてこるわけですね。こんだけ頑張ってんのに全然お,お金が入ってこないっていうね。 で判断してるわけですよですも、それが例えば2年後に100%成功します毎。毎月月収ね、100万稼げますってやったら絶対やるんですね。だって分かってるわけだから。2年間続けていれば2年後に100万が入ってくるって確定してたら多分もう9割9分の人やると思うんですね。でもそうならないのは未来の成功を信じれてないからです。こんなことやっててもね、うまくいくのかなみたいな迷い。まあ、セルフダウトっていうんですけど、このセルフダウトがすごい自分の敵で、これが出てくるとですね、成功ができないっていうふうに言われてるんですね。 だからその未来の成功を信じる。それがいつになれば分かんないですよ。1年後なのか、5年後なのか、10年後なのか、20年後なのか分かんないけど、いつかこれやってればうまくいくっていう確信があれば人間って頑張れるんですよ。それがない。要するに希望がなくなった瞬間に人間っていうのはもうね、諦めるっていう決断をするんで。この希望を持ち続ける。まあ、できれば確信を持ってですね、絶対うまくいくんだっていう意識を持ってやっていく。それがないからみんなやめちゃうわけですね。だから今この瞬間の反応とかって別にどうでもいいわけですある意味。 未来に成功できればね。未来に成功できれば過去の失敗では全部正当化できるんで。なので、そういう意識を持っていく。絶対にうまくいくんだっていう意識を持ち続ければ、やらないっていう選択はないですね。だって今ここでやめちゃったら、その未来の成功もなくなっちゃうわけだから。からそういうような感じで、とにかく自分の未来を信じるってことですね。自分がうまくいくと思ってないのに、うまくいくわけないじゃないですかで。うまくいくと思うからうまくいくわけだって、絶対うまくいかないよって思ってる人はうまくいくわけないですよね。 だから自分で信じればいいんですよ。信じるのはタダだ,だし、自由だし、誰にも迷惑かかんないですよね。だからそういうふうに考えてやらないと情報発信は継続できないですから。目先のことだけ見ててもね。特にこれって長期的なこう、信頼構築とか集客のためにやってることなんで、今日やったことが明日いきなり反応が出てね、大きな成果につながるってことはないですから、未来を見るっていうのはすごく大事なんで、ぜひね、えー、継続できない人は意識してみてください。